おはようございます。メッセージありがとうございます。何ですか、税金の無申告修正の1件平均が1億円ということで、やっぱりね、これは1億円以上になるとやっぱりごまかしたくなるのか、それとも1億円以上の人を中心にやっぱり効率よく調べているのかってところになりますけども、確かに私ね、所得が低い時ってなんか税金のことも気にしなかったし、多分そういう時って私なんかはね、上げてもしょうがないっていうところもあったのかなと思うんですよ。ただね、同じような状況の人が税務署が入りましたみたいなことで私の方に連絡してくださったことがあったんで、やっぱりね、中にはすごく商売が、うまくいってないっていうか、低所得の方のところにも入ることによって全体に緊張感を持たせてるってところがあるのかもしれないですよね。まあでもね、税金のことって結局こちら側ね、どんなに細かくやっても税理士さんが細かくやっても、国税が解釈したものがこうだって言えばそれに従わざるを得ないのが非常に悔しいところですよね。でも本来なら税務署の解釈と顧問の税理士さんの解釈が牙人語した時は裁判で決めるっていう方法があるんですけどもね。まあでもそこまでできないですよね。やっぱ修正申告何ぼか応じて穏便に済ませるっていうのが、持ちつ持たれつの関係なのかなと。やっぱりね、税務署の職員さんも手ぶらでは帰れないので、やっぱり10万でも20万でも追徴してきましたっていう実績はいるのかなと思っちゃいますけども、どうなんですかね。税金のこといろいろあるんですけども、暗号通貨とかね、結構難しいんですけども、難しいからこそもっともっと掘り下げていこうかと思います。もしね、私がこれから暗号通貨や税金のこといろいろ放送するかもしれませんけども、その中でこれはちょっと違うんじゃないかなってことがあればコメント欄なので教えていただければ幸いでございます。特にね、暗号通貨の税金っていうのは、むちゃくちゃね、解釈が難しいですよね。暗号通貨だけで考えればいいのか、それとも決済するたんびにやっぱり課税の対象になるのかとかね。だから体のなんて一発でこの決済できないわけですよ。なんかこうね、順を追っていかないといけないところがあるんで、なかなか難しいですよね。はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。新聞沙汰増えそうですね。